はい、どうも、妖怪三国志国取り図、今回もやっていきます。今回はね、小生ピンクエンペラーゲットっていう動画を本当は予定ではやろうかと思ってたんですが、ちょっとまだね、かけらが80個か、まだあと20個ないので、ちょっとね、今回は、宝珠もね、少し貯金はできたんだけどね、832プレミアムログインボーナスか、あと136でね、ゴールドになるんだけど、いや、めっちゃ宝珠使ってる気がするけど、結構、あれなんだなっていう感じはしますね。はい、というわけで、まだね、ちょっとかけらが、あ、そうだよ、持ち物を調べようとしたんだ。かけらがまだね、80個で、ただ、小生痕は、かけらが40あって、あるんで、まあね、調整化できたらね、すぐに突できるのかなって感じですね。ピンクエンペラーはこれで5突だね。なんでまああとはね、後半の5突は結構大変なんだけどやりたいなと思います。で、今日はね、本当はゲットってやろうと思ったけどできなかったんで、結構溜め込んだね S ランクコインを6枚回していきたいなと思います。これがあるからね、このイベント大好きですね。で、かつね、今はね、クリア回数はね、初級はね10クリアした、だから特徴限界突破の賞はゲットしましたね。で、あとは中級ももうすぐ10回クリアしちゃうんだよね。初級中級はね、宝珠なしで回れるんだけど、上級はちょっとね、宝珠いるんだよね多分。なので、超級もね、今4回なんで、まあこれ7回クリアすると10個で、まあその前にゲットできるかな。あとは到達スコアでもね、まあちょっと400万は全然いってないんだけど、まあもうあるので、まあ、小生化はね、硬いということで、まあそういう意味だとね、いつものイベントよりは楽にね、ゲットできるっていうのはあるんだけど、はい、だからあとあれだよね、ランキングの報酬がね、今回小生痕ゲットしにくいので、まあ最初こんなんいらねえよって思ってたけど、まあ重要なんじゃないかなと思ってきました。はい、ごめんなさい、間違ってましたね。で、今回今は超級5-3をやってて、まあ1日1回だな、超級いろいろサイコロとかお守りをね、溜め込んでいくみたいなね、そんなのやってるかな。でもその中でもやっぱり札とかね、あとは今回もやる S ランクコインとか、あとは S コンも結構ゲットできるので、ステージボーナスでもね、結構あるよね。なので、まあ S コンがあったらね、私はこんな感じで、ちょっと1のサイコロもったいないんだけどね、取りに行くようにしています。だって宝珠で買ったら100宝珠ぐらいね、かかっちゃうしね。妖怪大遠征が本当に最近やってないので、やってほしいなっていうところあるけどね。はい、というような進捗です。プレミアムログインボーナスね、これいいね。あとは明日小生痕もらってまたね、札がもらえるので、そうだね、ウサピョンが明日解放だよね。ウサピョン中達とコナンチャレンジ中達がね、明日4時だっけな、25日の16時に開放なので、まあ高難度やってね、速攻でねゲットしたいなと思ってますね。ウサピョンのこの召喚封印打ち消し、召喚封印打ち消しってどうなんだろうね。でも召喚できたらさ、結構もう割とチャンスだから結構いいんじゃないかなと思うけどね。あ、でもそうでもねえか、どうなんでしょう。さあ、じゃあごめんなさい、ガシャ回していきましょう。猛将君は2凸のままだね。猛将君もね、早く10凸させたいですね。猛将君のバリア最近使い方がちょっと慣れてきたかな。Sランクコインがね、結構たまるのが本当に嬉しい。で、私はここではね、夢の、まあ、フェス群馬神、フェス妖怪もね当たるので、まあ群馬神の方もねそうだけど、まあ私持ってないバタン球、そうですね、
あとは夢のゴズ、そしてスノーラビーかな、うん、スノーラビーと、あとはそうね、あとジバニャンサンタね、ジバニャンサンタ夏希、この辺をね一気にゲットしていきたいなと思いますね。まあつくよみとかもね強いんだろうけどよくわかんないな。はい、あと生揚げゾンビとかもねちょっとコンヘンゲとかで欲しいかな。あと硬いかな、硬いねスコアタでよく見ますもんね。うん、という感じで、あとハロウィンコウユニャンね、はい、この辺が欲しいなということで4枚回していきたいなと思います。こんなに引けんの初めてだな、ちょっとごめんなさい、せこいんだけど1枚ずつやらせてくれ。どうなんだろう、4枚一気にやった方がよかったかな。でもなんとなく、さあ来い。ヤギョウか、ヤギョウ持ってなかったっけ、持ってないんだ、初ゲット。ヤギョウか、さあもう一枚いきましょう。まあ今回私はねこの S ランクコインとさっきのね群馬神 S コン、ヨーマコン S はまああんまもういらないんで、群馬コン S はああいうなんか特定のねサイコロ使ってちゃんと取りにね。赤鬼かい、もう超ハットズまで来ちゃいました。さあ頼む、ゴズ出てほしいな。スノーラビーゴズ、冬にゃん、ハロウィン冬にゃん、まあにゃんま城でもいいけどね、まあ、なるべくバフっぽいやつ。黒から金出るんだ、へえ。うわ、ノブニャかかい、いらねえ、最悪ですね。さあラストいきましょう。結構うまくいかねえな。まあ今回ヤギョウがゲットということか、よいしょ、よっこらせ、頼む。うわー、キジニャンでした。ということで、まあでも新しくゲットだからよかったのかな。はい、というわけで S ランクコインでした。じゃあ最後群馬神の方行きましょう。群馬神はねもうあのカラスみたいなやつはこのコインにはいないので、はい、できたらまあ10凸もうどれでもいいかな、超10凸してないやつが出てほしいな。はい、もう何でもいいよ。封印、いやでも結構嬉しいよねこのコインゲットできんの。これ何宝珠分ぐらいの価値あんのかな。よこしょ、うわー超10凸してるよトータクちゃん、札になりました、100札ゲット。まああと今回ね札もねイベントで集まるんでまあいいんじゃないかね。できたらフェスがいいな、フェス群馬神、フェス群馬神、あの孔明とか周遊がいいな、順位区でもいいけど。うわー超10凸してる2体でした、まあ、この辺ちょっとなうまくいかないもんですね。はい、という感じでした。S ランクコインね、多分まだまだゲットできると思うので、うん、まあね、なるべくね、お目見えしたらね、ゲットするようにはしています。キジニャン回復か。敵全体守りダウン、なるほどね。これはなんかでもあれだね、周回で使えそうだかな。悪い取り付き回復か。鬼へのダメージアップ。うん、有利な種族への取り付く延長。1体がある。これは混用か。1体もあるんだ。へえ。そしてヤギョ。お祓いがあるんだ。お祓い。お祓いして威力アップ。味方全体の攻撃速度アップ。なんか悪くないあれですけどね。クリティカルぶつかり軽減。雪の時回復。という感じで、はい。まあ、あんまりって感じですかね。はい、じゃあ、今回こんな感じかな。群馬神強化ね。
群馬コンが結構ゲットできたから、あでもまだ5個か。はい、まあちょっとね、私攻撃の群馬神もう当たんないかな。もう早々にガシガシつけちゃうか、ちょっとね、はい、まあいろいろ考えながらやりたいと思います。ちょっとな、 S ランクコインって中身はいいけど結果は微妙って感じですね。はい、ただまあちょっとね、明日にはね、小成功、明日は小成功の日ですね。そしてそうだな、こいつも衝突どうしようかな。一応ペンディングしてるのがいっぱいあるんですが、まあこの超級をなんとかねクリアすれば、うん、まあ明日ゲットは見えるかなって感じで、まあ一日超級1回かな、うん、そんな感じでなんとかやっていきたいと思います。クリア回数4回だからね、あとイベントが4日なんで、まあ実質5日かなので、1日1回じゃちょっとねクリア回数が10回いかないので、うん、まあちょっともうちょっと頑張るしかないのかなと思うけど、無理するとすげえ宝珠使うからな。なのでちょっと10回は無理かもしれないね。はい、じゃあすいません、今回こんな感じです。皆さん S ランクコインとか、私たまたまかな、当たりますかね。いいのが出たらおめでとうございます。小戦ピンクエンペラーね、本当に明日こそゲットしたいですね。10凸はいきそうなのかね。うん、なんか割ともう日程もないけど、でも前回とね同じぐらいの日数なんで、はい、まあ超10凸、順位報酬で累計もスターも、あベストでもらえるのか、あベストでももらえるんでね、うん、まあ私ベストかな、でももらえないんだねはい、まあ明日25日だったらね、いろいろ超アップとかもねいろいろ始まるんで、まあ私はちょっと超アップ、うん、やれないけど、うん、まあまあ超アップしてねランキングね、うん、ランキング上げるためにね、あの全部1日多分4日あるんでね、1日1回丁寧にね、あのサイコロも使ってね、ステージボーナスも叩き、あステージボーナスでポイントアップにならないのか、うん、まあ1回綺麗にねクリアするのもありなのかなと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。皆さん進捗どうですかね、よろしければコメントで教えてください。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、明日ピンクエンペラーゲットしてたらいいな、まあ中達のね高難度チャレンジの動画明日は作りたいと思いますんで、それでまたお会いしましょうね。福コインもね溜まってきたので44連ぐらいでやろうかな。はい、じゃあそれではまた、すいません、またいっぱい喋っちゃったね。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。やめるんじゃ、じゃあね、ピンクエンペラー。